宮崎の美香さんからですね、ありがとうございます。はい、鳥海さん、平川さん、こんにちは。こんにちは。20歳の頃、夏になるとよく友達やバドミントンサークルの仲間と遊びに行っていました。なるほど。お揃いの水着を買って泳ぎに行ったり、滝百選の滝を見に行き、帰りには温泉に入ったり、ビアガーデンへ行って夏の夜空を満喫したり、いいですね。いいですね。牧場へ行って牛や馬、羊と戯れてみたり、ビリヤードやボーリングをして遊んだり、わざわざ県外に出てお城を見学しに行ったり、花火を見たり。おお、すごい。今はそれぞれ仕事が忙しかったり、全員の都合がつかなかったりと、集まる機会がだんだんと少なくなってしまいましたが、夏になるとまたみんなで遊びに行きたいなと思います。鳥海さんや平川さんはどんな夏をお過ごしですか？また夏にまつわる思い出や今年こそはやってみたいということなどございますか？よろしければ教えてください。なるほど。あ、いいですね。いっぱい遊んでたんだね。ね、いいですね。なかなかこうビアガーデンも行かなくなったよね。まずやってる場所が限られてるってのもあるし、少なくなったよね。昔もっとあちこちいっぱいやってたでしょ。デパートの屋上とかさ。そうだね、あんまり行かないね。行かなくなったよね。そう、あとビアガーデン暑いんですよ。外なんてね。まあね、で意外とこう室外機がゴンゴンある。屋上だからね。暑い。でも好きですけどね。いいですよ。滝百選の滝を見に行って。マイナスイオンですよ、それこそ。ああ、いいね。涼しいんだろうな、そういうところ。今年の夏はどうですか？なんかこういうこと、やれるやれないは別として、こんなことがもしできたら素敵なのになとか。やりたいことか、ねえんだよな、夏って。でもどっか遊びには行きたいけどね。まあね、やっぱり、涼しいとこに行きたいです。ああ、北海道とか行きたいです。避暑地へね。なるほどな。暑いの大嫌いなんで。これどうかな。久しく海の家と呼ばれるところに行ってないんですよ。おう、なるほど。海の家ってなんでか知らないけど、なんであんな暑い浜辺で暑いラーメンとか食べたくなるんだろうね。ただなんかさ、あれだよね。まあもちろん水着だったり、もう汗だくにとか汗を流していい状態だったら。うまいんじゃない？でも暑い時に暑いのとか辛いの食べるのは好きなの。そうね、あれ悪くないよね。あれもうだって汗いくら出してもいいわけだからいいんじゃない？あ、しかも今ね、あれだよ、海の家ってすごい変わってきてて、結構なんかしっかりした料理とかね出たりとか。あ、そうなんだ。なんかね、テレビで見たんだけど、それこそどっかの大学生が企画してとか、結構ねおしゃれな感じになってたり、あとなんだっけ、ライブハウス兼みたいなやつとか、そういうのとかいろいろあるみたい。そんなおしゃれになってきてるんだ。なんか変わってきてるみたいな。じゃあそんなところにちょっと行ってみたいね。そうだね、海の家とかだったらね、プラッと行っちゃえば意外にで行けるし、そんなところに行けたらいいなと思っています。我々はそうして日々仕事をしていますよ。結局はスタジオの中に。そうなんだよね。だから余計外には確かにね行きたくもなるんですよ。暑くなきゃなと思う、いつも。わかるわかる。はい、ということで皆様も夏休み堪能してください。